朝の名は大内義隆ですけど、彼は1507年に生誕しています。内藤広典の娘で、その間に生まれています。で、陽明軌道丸ってこれ大内歴代なんで、まあ彼の場合生まれつきも大内義興の、嫡子として、育てられています。姉妹に大友義明の嗣、それから一条房冬の嗣、それから足利嗣綱の嗣など、あちらこちらに結構、婚姻関係を持っていると。で、弟は廃人したこともあって、大内義隆の場合の最大のポイントは、彼は大内氏につきもののお家騒動は彼の継承時には全くなかったと。要するに非常にスムーズだったと。これはまあ、大内義隆に有力な弟が、いなかったということと、それから大内義興の、治世の頃、大内氏の最盛期を迎えていたということがあると思われます。言えます。とにかく20年頃には大内義治の返記を受けて義隆との名前を改めて名乗っています。元服しています。また義興の時代の1523年には寧波の乱が起こっています。まあ寧波の乱、大雑把にまとめておきますと、市民貿易の動きつものが幕府戦、当初は幕府戦。まあ、幕府戦言うても幕府が主体となって、商船をチャーターしている形ですけども、それがやがて義則の頃には、幕府船が、何隻か、あとは諸大名に、金を出させて入っていくと、いう形になります。で、それがしばらく続いた後は、大内細川の時代、最後は大内。この大内細川から大内になっていく形が寧波の乱ですけども、これは、聖徳帝が即位した時に、発行された、聖徳官号。これを、明は基本的に倭寇を抑えることのできる勢力に、回しますから、この聖徳官号というのは基本的に全て大内氏に、引き渡されたと。さらに大内義興は上洛、吉種を擁立して、上洛すると。その功労として県民船派遣の権利を彼は獲得するわけですが、この、明とそれから、室町幕府の双方から大内氏こそ県民船派遣の主体というふうに、認定されたと。1519年に、義興は帰国して、1523年には県民船を派遣するんですけども、もともとこの義興とともに、協力していた、細川高国は、義興が、帰ってしまうと。高国は、としては、義興との対立関係に入っていたわけであって、もうすでに期限の切れている工事勘合で、県民船を派遣します。で、普通考えたら、細川高国のところは無理なんですよね。切れてるわけですから、これはもう正式な勘合ではないと。ところが、高国福祉の曹素卿、曹素家、彼は寧波出身で、寧波出身で、日本に拠点を置いて活動した商人です。かつては細川水元、あるいは足利義澄の派遣した県民船の使者としても活躍していた人物であって、こういう出自を民に持つ人物は、この曹素家に限らず、曹素家に限らず、当時、博多には普通にゴロゴロしていると。いうことなんですけど、彼がうまく動いたんですね。工事勘合は無効なんだが、それを賄賂で強さする。これじゃもう、それはまあ、倭寇も収まらんわなという気がするわけですけども、無効な勘合を賄賂で強さすると。これに対して大内が激怒します。ところが、大内は激怒して細川を襲いかかるんですけども、明の官権が本来正式な勘合を持っている大内氏を鎮圧するわけですね。それに対して、大内氏も反撃して、高国らの、船は焼き払われて、四白氏も、明サイドは四白氏を廃止してしまうということで、一旦、日明貿易は潰れるかと思われたんですけども、最終的に、これは義隆サイドが、うまくまとめて、この後2回、県民船を、送ることに成功しています。結局、明としても、倭寇を抑えるために、この大内氏、存在が不可欠だったということが言われています。ちなみに、これ仙徳勘合の復元で橋本優先生、北大の橋本優先生の、研究室の写真から、お借りしてきました。勘合いたらペラッとしたもんじゃなくて、結構でかいもんであると。1メートルぐらい、縦横が1メートルぐらいある、巨大なものであるということです。で、大内義隆さん、家督継承の、いきさつですけども、1524年に明の国に、侵攻してますけども、当時、この毛利元就という明の国人はあっちこっちにやってますが、この時は尼子恒久の支配下に入ってました。この尼子恒久の支配下の、毛利元就に敗れて、明の国への侵攻は一旦ストップします。
まずの小路秀房娘の、須田子を正室に、迎えてますが、後に彼女とは、離婚してます。これ、離婚と珍しくて、まあ、当時、仲良くなくなっても、そのまま、居続けるケースが多かったんですけども、彼女は京都に帰ってしまいました。この離婚、この須田子さん非常に賢くて、結構強気な人だらしく、喧嘩が絶えなかったとか、まあ、いろいろ、説話があります。1528年には大内義興の死に、伴って、家督を完全に相続します。この義興から義隆への家督相続も、内紛なくスムーズに継承しておって、それはこれ、まあ、大内氏はずっと、先週見てきたように、ずっとなんか、一存が出てきて喧嘩してますけども、この時はスムーズに継承していると。まあ、大内氏の、総領権が安定していたことの証であると。1530年から、九州に出兵していますが、おそらく日民貿易を、円滑に進めるためには、博多をかっちりと押さえておかないといけないと。博多に、まあ、いろいろとごちゃごちゃ入ってくる状態でいけないので、九州に出兵していきます。大内義隆は、まず、1530年に、筑前博多を確保します。これ、まあ、博多の、筑前博多は、いろんな勢力が立ち代わり、入れ替え立ち代わり入っていて、幼少期の時にも一度押さえてたんですけども、まだ取られると。博多を確保した後、立縄手の戦いで、肥前の国、征服寺城を、攻撃します。ところが、これで、大内義隆の派遣した杉井興幸は、庄司助元、由利蔵寺家兼、鍋島清房らに敗北して、北九州では、スタートは非常に悪いスタートだと。で、1530年、その勢いを勝って、庄司氏が、筑前に侵攻してきます。それに対抗して、大内義隆は座財の第二を、申請しますが、この座財の第二に関してはなかなか認められないですね。1533年には、末沖房が、筑前秋月に、進行します。末は、周防の、諸大です。この末沖房は、大友義明に、敗北して、なかなか北九州に関しても、難しいところだと。ところが、1534年、龍造寺家兼を、離反させる、ことに成功。その勢いを勝って末沖房にもう大友を潰すべく、文具を、攻めさせます。現在の宇佐付近である清和ヶ原の戦いで大友軍総大将を二人戦死させる戦果を挙げるんですけども、その後の、大友軍残党の、奇襲によって損害を出して結局大内軍撤退すると。基本的には引き分け、とりあえず文豪への攻略は頓挫したものの、大友にはかなりの、まあ、傷を与えたため、これ以降、大友と大内の関係というのは対立から協調に変わっていくと。庄司と通じた九州短大渋川氏を滅ぼしています。1536年には、太宰の第2の、任官に成功。これは五奈良天皇の即位式の、費用を、一部負担したことによって、それまでずっと渋っていた五奈良天皇サイドも、ついに、まあ、認めざるを得なかったと。だから、まあ、かなり、金をつぎ込んでるはずです。座財の第二に任官して、その年、庄司氏が、滅亡します。1538年、大友義明と和睦して、九州方面は一旦落ち着く形になります。今度は、尼子市の方に、との戦いになっていきます。1537年には、足利義晴からの上洛要請があります。要するに、まあ、前みたいに、助けてほしいと。いうか、上洛要請があるんですけども、尼子氏との関係があって、尼子氏を、置いて行くわけにはいかないと。で、尼子氏とは、ずっと、石見の国をめぐって、競合関係になるわけですね。尼子氏は石見銀山を抑えるということがあって、それで尼子氏をなんとかせなならんと。いう形で、秋の国に尼子氏が、まだ入っていきます。尼子氏は、出雲の国から、岩見、それから秋の方に、勢力を伸ばしてこようとしていると。それに対して大内義隆自らが出陣して、それに対して尼子春久も秋の国に、入ってくると。尼子春久と、杖高房の戦いで春久が敗北して、その結果を受けて、大内義隆は室町幕府から秋の守護職に、赴任され、さらに従三位に叙任するという形で、大内氏はこういう中央との関係というのを非常に意識する。だからこういう彼の官職というのは基本的にちゃんと正式なもんであると。例えば、デザイン第二に勝って自分で勝手に乗りゃええのかもしれませんけども、そこのところいちいちこう、朝廷からの実際の許可を受けるというのがどうも、
彼の、これは彼のやり方ですよね。生真面目さというよりは、そこのところに期待をかけたと。これが大きく運命を変えることになります。1542年、大内義隆が出雲に出兵します。これは、周防の、宿題であった末隆房らが、主導します。それに対して、相良武藤らが、反対するわけですけども、これは結局、末隆房らが押し切って、出雲出兵を成し遂げます。その結果、尼子、常久の、巨像である、合戦とての戦いで大内軍が敗北。さらに撤退中に、養子氏の大内春持、彼は一条房冬の子で、土佐一条家の一条房冬の子で、母親が義高の、姉妹なんで、義高の甥にあたりますが、この大内春持が戦死するという事故が起こります。これが大内の運命を決めました。一応、石見銀山の動きを軽くさらっておきますと、大内博行による採掘伝説があります。1309年というふうに大内氏の伝説が出てますから、まあ、14世紀の頃から、銀の採掘が行われたのかなというぐらいには考えられますが、まあ、石見銀山が本格的に、指導するのは1527年に博多商人の神谷寿帝が大内義興の支援で、銀の採掘に取り掛かったことにあります。ところが、1528年には尼子常久が銀山を、押し取ると。1533年には大内義隆が銀山を奪還し、この頃、この神谷寿帝が朝鮮に導入した配布機法によって、銀の、産出量が急速に増えていき、一時は一説によると、世界の3分の1の銀を、この闇銀山が排出すると。いうふうに言われてますけども、利権の大きなこの石見銀山、その後も尼子大内との間で争奪戦になり、その後は毛利元就と尼子常久春久の間の争奪戦というふうになっていきます。大内義隆の晩年、まあここが、一つのポイントかなと思うんですけども、合戦戸田城合戦後、分弱に流れて政治をないがしろにして末高房に滅ぼされたというような見方がまあ一般的であって、こういうの見てると、分弱に流れた、強風の、文化に行ってしまって、政治をないがしろにした、政治をおろそかにした、というふうに書かれるわけですけども、まあ、強風文化とかいうのは、ある意味、悪いなという、そういうあれですね。まあ、実際事実、大内義隆が京都文化を取り入れて、山口を京都風にしていると。それを受けて、当時、食い詰めた、公家が大量に避難してきていることは事実です。さらに神社の復興を後押ししておりまして、その象徴的なのが、高房の管理してた元東大寺寮、横領、いわば大内義興の時代にこれ、東大寺寮の横領に成功したわけですけども、それを返還しようとする。これは実際返還実際には実現しなかったんですけども、高房がそれは、切れますから、実現せずなんですけども、まあ、こういうことを計画したり、というあたりが多分、評判が悪いんだろうなと思います。さらに、政治をないがしろにしたというのも実は当たらなくて、まあ、相良武と、冷泉高豊という、相良は、肥後の相良氏の、分家です。その相良武と、あるいは、冷泉高豊という人物らを、これ、冷泉高豊は大内一門です。この冷泉家の、母親が、京都の冷泉さんから、取って、以降、この大内分流の、大内家流、大内一門の冷泉家を名乗ってますけども、この相良とか冷泉という、どちらか言ったら文官側近団を内政に、回していると。内政を、こういった、義隆とその周辺による、騎士家臣団が行い、その結果、義隆らは、この守護代に関しては、関与しないと。だから守護代というのはその頃独立性を、強化していくということがあったわけです。ただ問題の一つは合戦戸田城以降、軍事活動が行われなくなってくると。要するに北九州の方はもう落ち着いてるし、結局北九州の方が小西の滅亡、それから大友氏との和睦、こういったことを通じて、九州方面では戦争がなくなって、だからまあおそらく末高房としては、今度は石見、秋をちゃんとしなきゃならんというふうにやるんですけども、大内義隆はこの合戦戸田城合戦以降は、合戦
ではなく、合戦の方に行かなくなると。そうなってくると、この相良武と、冷泉高豊らの発言力が増して、逆に守護代、末ら、そういった守護代の発言力が低下する。で、この大内家の場合、この守護代というのは実は、筑前、それから、当時筑前、それから長門、周防、石見の守護代がおったわけですけども、この守護代というのは実は、山口に、在住していて、現地は守護代を、送ってます。だから、守護代も、実は山口にいて、まあ、政治に関与してるんですけども、その、守護代が、まあ、山口における政治から少しずつ、発言力が低下していたと、いうか、まあ、いろんなことを、特に租税をの徴収とかは、この相良武党が中心だったらしくて、守護代にとってはそういった面でもすごいフラストレーションが溜まったことが指摘されます。1547年には、泉龍寺の削減終了を招いて、削減終了を指定しとして、県民選を行われます。で、これが最後の県民選になります。1548年には、龍造寺種信に返旧を与えて、肥前の国の方まで、まあ、大内氏は抑えていくんですけども、この頃には、吉高と、高房の関係というのも少しずつ悪くなっていって、屋台骨が揺らぎ始めると。1550年にはフランシスコ・ザビエルを引見します。この時、ザビエルは、ボロい格好してきた上に、贈り物持ってこうへんかって、さらに吉高に対して、暖色は良くないということを言うと、吉高にキレられてます。この頃、末高房らとの謀反の噂が立つようになってます。もう、あと1年ですね。で、1551年、京都にザビエルは帰還してますけども、この時、結局、ゴアの司教、それからゴアのインド副王の、新書、ザビエルはこれを日本国王、つまり天皇もしくは将軍に渡そうと思っていったんですが、朝廷に会えるわけもなく、その頃足利義輝は確か京都にいなかったんじゃなかったかなという感じで、結局ザビエルはゴア司教と、それからインド副王の新書を手に持って、これですね。で、ザビエルはそれを大内義高に差し出したら、義高大変喜んだと。上機嫌で不況をかまだしたんですけども、これ実は、大内義高が死ぬ5ヶ月前なんですね。ザビエルはやがて山口を離れたために、これに巻き込まれずには済んだんですが、悲劇的な動きが、待っています。問題はこの末高房ですね。末高房。須王の守護代で、末家っていうのは、鎌倉時代初頭に、大内家から分家した家柄です。で、末っていうのは土地の、末村ですね。末に、本拠を持ったために、末高房と末氏となります。父親の沖房、それから高房、彼らは守護代。まあ、末沖房は大友、義明との戦いに、活躍した武将です。末高房を中心にした守護代グループ。杉とか内藤とか、長門の守護代内藤、それから、筑前の守護代、杉、こういった守護代と、それから冷泉高豊、相良武藤という義高側近の対立が起こり、1548年には武藤が失脚しますが、48年には復帰してくると。これは結局義高サイドの武藤も身を引いたんですけども、義高としては武藤がおらんと困ると。実は守護代の中でも対立があって、武前の守護代であった杉重則が、末高房の、謀反の可能性を指摘したんですが、義高は、この末高房を相当信用していたのが、結局、義高に何が問題があったか言ったら、おそらく京風文化に、染まったことでもなければ、文治方面に行ったことでもなく、おそらくこの高房の不満を、抑えられんかった。で、みんながみんな、高房が謀反を起こそうとしていますというふうに、杉も冷泉も言うんだけども、結局、義高は高房の処分には動かなかったと。ある時、高房が相当、謀反の意をボロボロ出してる時に、義高は、ようやく重い腰を上げて、詰問したんですけども、まあ、高房が、いえ、それは濡れ衣に着いたら、あっさり死んじゃうと。ただこの頃から義高も、自分の周りを身を固めるようになります。ところが1551年正月、これがもう、決定的だったんですけども、高房と対立した杉沖行が義高から離反します。筑前の守護代と杉沖行が、義高から離反します。これは
次一問は、高房とは犬猿仲だったんで、高房を、排除しろとずっと言ってきたんですけども、高房を排除しない、吉高に対して、このまま高房が、吉高を殺したら、わしも道連れやなと。かというて、今、吉高が高房を先制攻撃する可能性もないなと。それやったら、もう高房についてはマシやなというふうになって、これでもう、大内吉高の運命を極めたと。高房は大友重と、連携して、大友重の弟、春房を、大内家の後継者に決定しますが、これは、大内吉高は知らないままです。で、ついに大内寺の変が起こりました。1551年8月20日、高房が挙兵しますが、吉高は当初反応しませんでした、これ。実はこの23日には大友重が主がやってきたんですけども、吉高はそれをもてなしていたと言います。で、なかなか大友の方も去るもので、春房を大内吉高の後に、据えると、吉高を殺して、春房を後に据えるという話はもうすでに決まっていたにもかかわらず、使者を派遣しているということで、おそらくそちらの方に無知になってしまったんでしょうね。高房が山口に攻めてきた、その時になって初めて、吉高は気づいて、山口から、逃亡していくわけですけども、大内寺の方に逃げていきます。まあ、山口は放火略奪によって、徹底的に破壊されると。吉高は結局大内寺で自害されますけども、この時吉高の嫡子の吉高、それから三男が処刑されています。次男は高房と行動を共にした内藤沖森の、外孫のために上演されています。後に、彼は毛利家と戦って、死んでます。この時に元関白の二条忠房、先の須大臣三条金より、それが権の中納言持明院元則、桓武の、大宮、これ春らが殺害されています。で、山口の、放火略奪、そういったものは、あるいはこの公家ら片っ端殺害されているというのは、吉高側近、あるいは公家への根深い、遺恨の存在があったのではないかというふうに、まあ、言われています。だから、まあ、そこから出てくるんでしょうね、恐怖文化に、堕落した、吉高は結局滅ぼしたというふうに言われるのは、おそらく末高房が相当そういう公家、あるいはそういったものに対する反発。かというて、高房が京都と全く無関係だったわけではないんですけどね、もちろん。ちゃんと高房は、すぐに、将軍に、使者を送って、後継者として認めてもらってます。筑前の国で相良武藤、杉興幸、杉重則らが殺害される。これは末高房としては、この辺の、まあ、やばい奴らを全部殺したと。で、まあ、この杉を、結局、杉を切った。これは結構大きかったかもしれません。この末に、担がれた大内義、大友春房。1532年に大友義明の次男として生誕しています。兄は有名な大友宗麟なんですけども、実はこの大友、春房は、月山戸田城で大吉高の養子氏の春餅が戦死したために、春房は、実は一回大内義高の養子氏になっています。で、吉原の返京を受けて春房と名前を変えてるんですけども、大内義高が、息子の義高が、誕生したために、養子関係を解消して、結局文後に帰国しています。ただ、これ要するに大友は春房は一旦大内に入っているということが、まあ、末からしたら大きい、問題だったと。1551年、大内義高排除を決意した末高房。これ、一説では末高房は当初は、とりあえず 大内義高の方を削ろうした後は、その息子の義高を擁立しようかなと思ったんですけども、この義高っつうのは結局、この義高っつうのは、彼の血を引いてるんですね。だから、これをつけると、結局、こういった連中の影響力は排除できないと。ということで、大友氏から迎える方針になったようです。これ、大友宗麟自身は、どうせここで大内に行っても、末の傀儡じゃんと、やめてるとかいいよと言うたらしいんですけども、春房は、いや、もうこれは一世一代の、大チャンスで生かしてくれと言うて行ったみたいです。だからまあ、最後は、手のひら、はしご外されて悲惨なことになりますね。で、大内寺の変によって、春房は大内家に入ります。高房は、春方と改名。
これよく春方っつうのはこの春房からもらったというふうに言われるんですけども、それどうなんかなといつも思ってですね、こっちの将軍の字を、もらった返記をそのまんま人に渡すっつうのはあんまり例ないし、いくらなんでも足利義治の頭越しに春方と名乗るのは、いかがなもんだろうかという気はするんですけども、まあいいのかな。末春方は宗像市、九州の宗像市に、介入します。後継者争いに介入します。で、宗像市を支配下に強化するわけですけども、これがおそらく問題だと。傘下の領主からすりゃ春方でそんなことしよるんやという形で、これで実は求心力を失われたと言われます。それを見て、岩見の国の吉見正頼、あるいは秋の国の毛利元成らは、この末春方はむちゃくちゃしよるわと、こいつはやばい言うて、離反します。その結果秋の国が毛利氏の配下に入ってしまいます。それに焦った末春方は、秋の国に侵攻して、1555年に厳島の合戦で春方が戦死します。春方の戦死、大友、大内、春房、後に、吉永と、これ名前書く忘れてた、彼は春房は後に吉春から名前もらって吉永と名前変えてます。でこの時に、春方と名前変えとるんで、多分これ吉春から名前もらってるはずなんですけどね。春方は本当はなんかウィキペディア見たら春房から、もらってる、ここにこの主従の特殊な関係が見られるかね。どう見てもこういうの普通は吉春からもらってると見ていいんじゃない。特殊なというならば、例えばこの陪臣である春方が吉春から、名前をもらえるっつうのが特殊であるというふうに見るべきであって、これは要するに末春方が事実上大内家の最高権力者ということを示したかったんだろうと。そんなこと将軍許すんかという話ですけども、まあそこは金次第です。結局最後は金で、こういうことは結構決まることが多くて、南部春馬さんの時も随分揉めたらしいんですけども、最終的には金が元いたのか南部春馬さんも認められてます。1557年には毛利元成が、山口に侵攻して大内義長が自害し、ここに大内本家は、滅亡します。でこれ実は悲惨なのは、この大内義長は当然実系の大友宗麟に、大友義重に救援を依頼するんですけども、実は義重は元成と手を組んでたらしいですね。要するに九州の大内氏の、所領をくれてやる代わりに、毛利が大内を滅ぼすのはもう見て見ぬふりをするという形で、九州の北部、筑前の国の、お引き換えに大友は自分の弟を見放す決意を固めたようです。毛利元成が大内義長を自害させて滅ぼした後、毛利元成は大内の家督どうしましょうというふうに、一応大友義重に声かけるらしいんですけども、義重はもう大内氏はいらないと、滅ぼしちゃってと、いうふうに、言って、大内氏は、の復興はなくなりました。その後、大友義重は足利をしてるから、九州短大に任ぜられて、さらに大内氏の後継者としての、地位を大友義重が認められるということになったみたいです。大内家は、ここで滅びちゃったんですけども、実は大内持ち森の子孫が生き残ったらしいです。大内持ち森っつうのは、こういう人物です。ここで大内、森美が死んだ後、ここで戦ったんですね。でこいつは殺されてしまったんですけども、こちらが後継いで、こういうふうに後を継ぐんだわけです。この人物なんですが、子孫は大内家の一門として、残ったみたいです。ところがこの大内の隆起の時に、この持ち森の息子の、の隆起が大内政広と争って東軍に就いたんですね。これは細川勝元の調略に言ったわけです。応仁の乱が終わると消息不明になっています。その、大内忠世が尾張の国に移住したと言われています。で尾張の国に移住した時に、大内本家の山口という姓を名乗り、その子孫の山口重政が佐久間正勝に仕えるという形で、これ織田信長の陪臣ですね。その後織田信勝に仕えるようになります。小牧長久手の戦いで活躍した後、
織田信勝が豊臣秀吉と、仲直りする。で、その後秀吉によって改易された時にも山口重政は信勝についていたんですけども、その時に徳川秀忠にスカウトされて、まあ、秀忠に仕えることになりました。関ヶ原の戦いでは秀忠にくっついて信州の真田昌幸攻めに参加しています。で、この時の功績で、日立の国に牛久藩の1万石の大名になりました。ただ大久保忠隣の、養女との婚姻関係、自分の息子と大久保忠隣の養女を、婚姻させたということで、これは元時やったと。大久保忠隣は俺の権力に対してケチつけるんかというふうに言ったんですけども、秀忠はことのほかお怒りで、この大久保忠隣は、まあ、とりあえずこの時は高めなさってたんですが、山口重政は改易して、されてしまいました。その後大久保忠隣は失脚しましたけども、山口重政は大阪夏の陣で活躍して牛久藩1万5千石になります。後に5千石を分与して立藩してますんで、一門で、市販を作ってますんで、1万石で不代大名として、この牛久藩は藩主が変わることなく、明治代まで、残っていて、これが、まあ、大内氏の末裔として有名な、家です。本当にこの山口が家宝なのかどうなのかということに関しては怪しい可能性が高いとだけ言っときますけども、そういう形で大内氏は一応残したということを言われています。あと、それから大内氏の流れを引く、末は完全に滅びましたけども、杉は毛利に仕えて、幕末には杉の家から吉田家に養子に行ったやつが吉田松陰となっていると、いうことで、萩藩の、藩士に、杉っていうのがいて、これは大内の、一門の、杉の血を引いてるというふうに言われています。本当にそうなのかどうなのか、保証の限りではありません。大内義高と末春方ってもともと仲良かったらしいですね。らしいですね。なんか5時間かけて会いに行ったとかいろいろうるわしい話ありますね。こいつが裏切るで裏切るでって言われてたんでしょう。末は危ないと。うん。でこの時大内義高が末は危ないなって末を抑えに行けば抑えられたんですかね。それが微妙なところなんだなという、もう要するにもうその頃にはもう手遅れたんかもしれないというのは、まあ、もし、そこで末を抑えようとするならば、そっか、杉を動かすしかなかったわけであって、そうなったら、うん、杉を結局、うん、どうなんでしょうね。この杉はどの程度頼りになるのかという、この段階で末は内藤を抱き込んだみたいですから、長門守護代の内藤抱き込む段階で結構痛かったかもしれません。ガッサン戸田城へ攻め込んで、あそこで養子が死んでもうやる気なくしてという話もありますね。うん、私はただその後やる気ほんまになくしたんかどうかのかちょっと疑ってる。やる気なくした言うても別に、まあ極端な話言うたら、ちゃんと相良武藤と冷泉高豊が動いてたらそんなに問題実はないはずなんですよ。やる気をなくしたっていうのは結局戦争をやる気をなくしたってことなんじゃないのという。この場合結局戦わならん相手とは雨子ですから、その雨子との戦いを避けるか避けないかという、結局北九州のはもう安定を取り戻したわけですから、省におれへんねんから。で、大友との和睦を公表したが、九州に関してはとりあえず多分出るわけないんですよ。だから戦うとしたら雨子なんですよ。その雨子と戦うか戦わないかという。で、雨子と戦わないとすれば、あえて戦争する必然性はもうなくなってるということですか。うん、そうですね。まあ、戦国大名と戦うもの、天下を狙うものっていうのは、戦わない戦国大名は分弱に流れるという評価はどうなんだろうと。末春方、はい、高房、この人が不満を持つのは自分が大内家を乗っ取りたいということなんですか。乗っ取りたいというよりは、多分相良武と冷泉高豊らの影響力が強すぎるのを排除したいんじゃなかったかなと私思ってますけど。だから極端な話言ったら、吉高が、相良と冷泉を切って今まで通り守護代の発言権をこう持っていてくれたら、
例えば東大寺の、大内義興の時代に排除した東大寺にもっぺん戻すというようなことをせんでくれたらとか。元東大寺を返還したということで、これ末の利権を取ってるわけですね、大内義取ろうとして、結局これ実現しなかったんですけどね。あ、じゃあ取ろうとしたと。うん、なるほど。でこうなると、それは末としたら不満が高まると。あと、それから言われてるのは、この強風の生活をするために、ものすごい金がかかって、年貢が増長されて、領民の不満が高まっていたという話はあります。で、まあ、確かに日民貿易は一応やってるから、やってるけども、まあ、それだけでは、まあ、招かれやから、ただ、強風の、うん、そうか、山口をこう、強風に作り変えるには金かかるか。あと、それか多分、太宰の代に取るには結構金かかったでしょうね、あれ。で、最後、12位まで上がってますから、まあ、金はあとかかってるんかな、こういうのって。すいません。確認なんですが、はい、なんで、守護代クラスよりも、自分の、いわゆる、側近うん。権力を集中しようとしたか。なんか意図あったんですか？例えば、分散的権力体制では、もっと発展が望めないとか、そんな感覚はあったんですか？それともたまたまこう気に入ったのっていうレベルなんですか？どうなんでしょうね。気に入ったものというふうに捉えることが多いんだけども、そんな単純バカなのかなというしたかはというと私のちょっと疑問で、要はより一層の発展を目指すんだったら、うん、文献的体制はまずいわけですよね。そうだから、守護代守護代によるこういう文献的なものをこう変えようとしてたというふうに私は乗りたい、そっちに乗りたいけどな。でそこら辺ちょっと教えてください。今は無理でも今度ゆっくり。私は全然わかんないんです、政治史。うん、私もちょっとまだ大内ちゃんとしっかり読んでるわけないんでわからないけど、ただ今までのこの大内こういういろいろな本で見ても大内義隆に関してはこいつはバカだったでは無記録でやる気なくなったという、うん、まあまあ おそらく集権的体制とかなんか考えてはいると思うんですけどね。でもそう思うんですよ、絶対そう思うんですよ。私もそんなもしくはそのブレーン、うん、ブレーンがそっちの体制だよもう時代はって、いつまでもこういう守護代とかがこう文献的にこう議事を委ねるというんじゃ ダメですよというふうに言うてても不思議な、むしろ要するに大内義隆に権力を集中させる動きで動いているつ可能性が高いんじゃないかな。私もそう思いますね。そこでこけたということなんですよね、うん、で結局戦国大名化していくには結局こういう強力な守護代といったものをが排除す、とりあえず権力をこう集中していく動きになったので、おそらく吉高もそれを目指すんじゃないかなと思うんですよ、うんうん、自らの官僚層といったものを固めて、うん、やっていくと、うん、守護代は軍事指揮官として官僚層の命令のもとで動くという形を考えたんじゃないかな、うんですね、一応なんか考えてたわけですよね。うん、と思います。だから強風文化化っていうのを自らの権威を高めて集権的体制を作ろうとしたとかね、うん、そうそうそれがあるんでしょうね。あると思いますよ。大内家は大体もう大体基本的に例えば下し踏みを大々使ってるとかそういう復古調のところに権威を求めてますからね、うん、で官職も12位まで上がっていくと。いやそりゃ上がりすぎだね。高転びとか高転び、うん、高転びやったかな。守護代が強くなりすぎて守護代に下克上されちゃうというケースが多いわけだから、守護代を抑え込んでいくというのは正しいんですよね。正しいと思いますよ。吉高にとってのチャンスというのは杉と据えて仲悪いんですよね。だからそこのところをもうちょっとうまくやったらよかったのに、吉高は結局そこのところは間違ったかなとは思いますけど、まあ、杉としてはしかし、いい迷惑ですわね。ずっと杉はやばいやばい言うたけど、吉高が言うこと聞いてくれへんから、最後裏切った。これが運命決めたのに、最後高房に、杉に潰されると。杉は結構貧乏に引きまくってますね、これ。